こんにちは、三兄弟二郎です。今回は福井県吉田郡永平寺町にある春日山古墳に行きます。チャンネル登録お願いいたします。春日山古墳は松岡公園入り口付近の急流先端部分にある松岡古墳群の一つです。春日山古墳は6世紀後半に築造されたと推定される円墳です。直径20メートルで、墳丘の中央には両袖式の横穴式石室が作られ、内部には船形石棺が安置されています。石棺の中は盗掘され何もありませんでしたが、石室内からは巣液、弾き、鉄製の馬具類、切り子玉、ガラス玉、直刀、刀子、矛などが出土しています。石棺の形状から出雲地方と関係があることが推定され、副葬品の多さから見てもかなり有力な主張の関係者の古墳と思われます。春日山古墳は貴重なことから、昭和31年1956年に福井県指定史跡に指定されています。劣化しないように屋根付きの下に保管されています。この穴から、あら、あっちから入れそうな感じです。あら、こっち側からはいけないので逆の方から降りていきたいと思います。ここにも石棺があります。伊の谷の石棺。周辺にはたくさんの古墳がありますが、今回は春日山古墳の紹介となります。他の古墳も撮影できましたら紹介していきたいと思っています。近くには有名な永平寺もあるので、合わせてこの古墳群も観光していってください。三兄弟二郎が福井県吉田郡永平寺町にある春日山古墳を紹介しました。チャンネル登録お願いいたします。ではまた。